法明院は、滋賀県大津市にある天台寺門州の寺院。温城寺北院にある寺院である。温城寺唯一の立院。本尊は、阿弥陀如来。そもそもの創建年代は不明であるが、慶長8年に山中長都が温城寺寺院、多方坊の十字の隠居所として、現、水漢寺の南西に復興する。京方9年9月、初代となる。 祈祭性喜びによって、北院の現在地に移転される。この地は炎鎮が帰国後に、当の清流寺の階段から持ち帰った砂を埋めた場所であるという。最高後は、恩城寺唯一の立院、恩情の立院となる。明和三年、話し合いの末に、京都北白川にあった、正和院門跡の隠居所、寺下下院から玄関と栗をもらい受け。 元々あった栗に付け加えて改築している。その後、廃れたが、文政年間に第六節縁慶長が中高する。かつては、当院の周りにも、恩城寺の他のシーンがあったが、1873年に陸軍によって北院の大部分が接収されてしまい、当院の他には、白木前神道が残るのみとなった。第九世、順道慶徳は、 町田久成、アーネスト・フェノロサ、ウィリアム・スター・ジス・ビゲロー、岡倉天心などと信仰を深め、彼らに会を授けている。第10世、優勝高支援は、フェノロサの妻・メアリーに会を授けている。1945年の太平洋戦争中に、アメリカ軍の空襲を受け、庭に爆弾を落とされている。それによって玄関が損壊し、丸山王居などの襖絵が10枚ほど損失した。 フェノロサボ、ありがとうございます。